2013年の読売ジャイアンツでは、2013年の読売ジャイアンツにおける動向をまとめる。このシーズンの読売ジャイアンツは、原辰則監督の8年目のシーズンである。9団体記録となる開幕7連勝。その後、交流戦中の6月に2度、阪神に首位を明け渡したが、6月13日に首位を奪還して、以降は一度も、 首位を譲ることなく2年連続35度目のセリーグ優勝を決めた。続くクライマックスシリーズも1997年以来16年ぶりに A クラス入りした広島に3連勝し、ストレートで日本シリーズ進出を決定。そして日本シリーズ第6戦では、このシーズンにおいてそれまで無敗だった楽天の田中正宏にシーズン初黒星をつけることに成功したが、 日本シリーズ第7戦で楽天に敗れ、日本一を逃し星野千一監督の胴上げを許した。この日本シリーズ期間中、OB で V 級時代の監督だった川上哲次が93歳で死去した。開幕第2戦の引き分けを挟んで、球団体記録の開幕7連勝でシーズンが始まった。その後も5連勝、2連勝、3連勝と順調に貯金を重ね、 26日から4連敗したものの3月4月を貯金1とスタートダッシュに成功した。投手は先発陣の杉内菅のホールトンが3勝を挙げ、その他の先発陣も2勝を挙げて、チーム防御率も2.96と好調であった。また前年から定着した山口、西村のリリーフリレーも安定した力を発揮し、山口が7ホールド1セーブ。 西村が3ホールド10セーブを挙げた。打撃陣はチーム全体が好調でロッペス、坂本が打率3割超えし、安倍とロペスが7本塁打、ボーカーが6本塁打、チーム打点が28試合で126と強力な得点力を発揮した。4月30日から月をまたいで5連勝したが、東京ドームの阪神3連戦で3連敗。 横浜スタジアムの横浜戦の初戦敗戦で4連敗し、交流戦前のセリーグとの対戦を24勝12敗2分で終了した。交流戦に入ると3連勝、3連敗、2連勝、月をまたいで5連敗と連勝と連敗を繰り返す状況となり、5月を勝率5割で終了した。投手陣は杉内が防御率4点台で0勝3敗、ホールトンが 防御率5点台で1勝1敗と調子を落とした。野手陣はキャンプ中の負傷で開幕に間に合わなかった、亀井義幸が一軍復帰し、球団通算5500勝となる逆転サヨナラダを決めた。チーム全体としては、3.24月に比べ調子を落とし、3.24月に2割6部台であった。チーム打率は2割4部台まで下がり、 チーム打点も23試合で73と得点力がやや低下した。また、5日の東京ドームでの対広島戦の試合前に、終身名誉監督の長嶋茂雄と、巨人 OB の松井秀樹の国民栄誉賞の授与式が行われた。5月から続く5連敗により、2日に阪神に首位を明け渡したが、翌3日に連敗を止め、阪神が敗れたため、首位を奪還し、 そこから4連勝した。しかし、3日の敗戦以降、半神も5連勝しており、9日の巨人の敗戦により、首位が入れ替わった。だが、12日から巨人が5連勝し、再び首位を奪還した。交流戦を、貯金3の3位、6月を貯金5で終了した。投手陣は、沢村、菅野、杉内が校長であった一方、内海が防御率5点台。 先発参戦で2敗と不調であった。打撃陣は、安倍とロペスが好調であったが、ここまで、フル出場で、打率3割を超えていたロペスが23日の中日戦で左脇腹を痛め、登録抹消となった。7月は6月30日からの4連勝で始まり、12日から、対中日3連戦で3連敗はしたものの、阪神との直接対決五試合で4勝1敗。 26日から月をまたいで6連勝と好調をキープし、阪神との差を6.5ゲーム差に突き放した。投手陣は、前月のチーム防御率2点台から3点台に、やや調子を落としたが、打撃陣が好調で、チーム打率を2割9分とした。また、怪我で戦列を離れていたロペスが26日から約1ヶ月ぶりに、一軍復帰した。八月は二十日から三連敗はしたものの、 6日から引き分けを一つ挟んだ5連勝、24日から6連勝と好調をキープ、9日に優勝へのマジックナンバー39が点灯した。阪神との直接対決も4勝2敗でさらに阪神を8.0ゲーム差に突き放した。投手陣はチーム防御率を4点台とさらに調子を落としたが打撃陣が 前月に引き続きチーム打率2割キュー部と好調であり、1試合あたりの平均得点も5点を超えた。9月6日から阪神との最後の直接対決3連戦を迎えたが、その3連戦を2勝1敗で乗り切り、セリーグ優勝を確実なものにした。7日にクライマックスシリーズへの進出を決定させ、22日の対広島戦の試合開始直後に2位の阪神が、 ヤクルトに6対7で敗れたため、この時点で巨人の2年連続35度目のセリーグ優勝が決定した。色付きは規定投球回数以上の選手色付きは規定打席以上の選手本節では、前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の去就は、球団職員または、スポーツ関係、 芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前述以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、詳細不明である場合については、記載しない。本節では、本シーズン開幕後から本シーズン終了までの入り対談について記述する。ありがとうございます。